それではナノデスアキュロード2を投球します。それではナノデスアキュロード2を投球したコメントいたします。今回発売のアキュロード2はカバーストックにナノターン 3.0 パールという非常にオイルに強いカバーストックを搭載しております。このカバーストックの特徴はキャリーダウンにも負けない非常に強い曲がりが得られます。コアは 2.58 という非常に高い RG のコアを設定しておることにより手前のスキッドが軽やかに出せます。そのスキッドとバックエンドの動きは絶妙なバランスが出ております。試合の中盤から後半にかけてレーンを制するボールアキュロード2をお試しください。